言い過ぎかもしれないけど、まあフォーク持ってる、かわいい、こんなのあるんだ、え、こんなのあるんだ、めっちゃこれ使いたいな。あ、切り返して、めっちゃ可愛いじゃん、これ。あ、そしてこれ多分不利だったけど、展開早くてごまかしてね。ドーベルドこれでかい。シャルロット中央火力、中央火力は世界一。ナイスガード投げて、ドーベルトールシャカ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 、いけるか、まずですよね。これは大木の繋いで一本取るのはマッチョさんのシャルロット。あとはダッシュにえ投げて、展開が早い、投げてくるで、足場でガンス持って飛んでターンを走って、ああ、これはユールフレームから投げなんでどうしますね。さあボールで繰り返して遠征で対空する、うおー中断、さあ飛びがちょっとめくり見えちゃうんですね、あれわかる。あ、でかいが何もできない、繰り返してオートラ戦士でカビトロソーダで動きなくて、投げをスカルで、これはてか西大工、これめっちゃ減らせるよ。で、失敗して緊張から失敗してしまう。まあでもゲージちょっと温存できたとも言えるんで、もう一回対空すれば決まるが、ジャンプ攻撃から大きく繋いで勝ったのはマッツさんのシャルロット、おめでとうございます。流星さん参加ありがとうございました。よければまたよろしくお願いします。多分まだやると思うんです。